こんにちは。今回は数の規則性に関する問題になっています。問題の内容を確認しておきますね。2つの細胞 B と T があって、1秒間で B は B1 個と T1 個に、T 細胞は B2 個になります。はじめ B1 個の細胞ですね。ここからスタートして8秒後、B は全部でいくつになっていますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。いろいろな例題が出題されている有名な問題でもあります。細胞分裂の問題と一緒ですよっていうふうに言うと、小学生とかでも、あの問題かって思い出してくれる子ですね。そういった子も多いような問題です。じゃあどういうふうな問題か、まずは書きながら考えていきます。B1 個からスタートして、8秒後ですよね。これ大したことなさそうな気がするんで、じゃあちょっと書いてみようか。こういうふうに書いていったとします。最初 B1 個ですよね。1秒後、B と T です。ここは楽勝ですよね。さらにもう1秒経ったら、B は B と T に分かれます。T は B2 個に分かれます。2秒後、4個書くだけだから、これも楽勝ですよね。さあ、その次。B は B と T に分かれます。T は B2 個に分かれます。だいぶきつくなってきましたね。狭くなってきました。B は B と T ですね。B は B と T です。さあ、その次です。これ8個ですよね。その次書こうと思ったら16個書かないといけないですね。さらにその次32、64、128。8秒後だったら2の8乗になるんですかね。256個書かないといけないです。これ紙の中には収まらないですよね。どうしていこうかと。これじっと見てもらったら、これ B はどの B も当たり前なんですけど、どの B も B と T に分かれる。当然ですけど、この B も B と T に分かれる。この B も B と T に分かれる。T はっていうと、これ B2 つに分かれるだけですよね。同じような分かれ方をするんだから、この時に B がいくつ、T がいくつ。この時に B がいくつ、T がいくつっていうふうに分かってたら、数だけ分かってたら、次 B がいくつ、T がいくつ。こういうふうに分かっていくはずですよね。つまりこれ全部書かずに数だけ書いていく。数だけ書いていくの、これなんていうかというと、表ですよね。表に条件をまとめていく。こういうことをしていこうと思います。具体的に書いてみましょう。はい、このように0秒から8秒後までそれぞれの数がどうなっているか、これが分かるような表にしました。一番最初 B が1個ですよね。それぞれの数がどうなっていくか、これだけ考えていけばいいです。1秒経ったら B はこれ1個とこれ1個に分かれます。この1個はこの1個、この1個に分かれるわけですね。じゃあ2秒後です。2秒後はこの1個が B と T に分かれるし、この1個っていうのは B2 個に分かれるわけですね。ってことは B はこっちから1個とこっちから2個ですね。ここ3個になります。ここはここから来る1個です。同じように3秒後、4秒後、5秒後、こういうふうに考えていけばいいですけど、例えば3秒後、同じようにやってみますね。3秒後、ここから、ここからっていう形で3、3。これだけ増えますね。ここからは2増えます。っていうことは、ここが5で3です。これの数っていうのを全部いちいち計算していってもいいんですけれども、B と T の合計ですよね。さっき2倍ずつ増えていくってことをちょっと言いましたけれども、合計について、はじめ1個です。それぞれの細胞っていうのは2個に分かれるんだから、2倍、2倍、こういう風になっていくわけですね。じゃあその時に、ここ、ここ考えるのに、これはここからと B 細胞からと T 細胞からの合計ですよね。これ考えないといけなかったんですけど、ここに関してはここから来るだけですよね。そのまま斜めの数、これ書いていけばいいから、ここ5です。16から5を引いて11。ここ11ですよね。32から11引いて21。ここ21ですよね。そのままここ来ます。64から21引いて43。ここ43。128から43引いて85。ここ85ですね。256から85引いて171。こういう風に書いていくと B 細胞の数。8秒後に171個。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。